コンチャスクです。ホームスケープ続きやっていきます。オースティンが物置の陰でなんかしてる。何してんの？ズンバ体操か？ふう、ちょっとふらついてきました。やりすぎじゃないの？電話だ。申し訳ありませんが、少々バタついておりまして。全部物置の隅で済ますな。現在のパズルレベルは3257です。星は172あります。相変わらずミニゲームは出てきません。もう一生出てこねえのかな？どうなんだろう。現在のストーリーはですね、まあ、ロビー親子は遊びに来てて、まあ、なんやかんやって森がこんな状態になりました。で、嵐も去って、で、子供たちは、なんか、森に出かけちゃったんだよね。で、ロビーとオースティン二人でお留守番してるんだけど、どうするんだっけ？あ、そうだ、ビーバー隊を、なんか祝おうみたいな感じで、で、それの話し合いをするんだったっけかな？で、デッキにテーブルを置いて、テーブルがねえと話せねえみたいなこと言いやがって。で、テーブルを置いて、これから紅茶を飲みながら話し合いです。デッキにテーブルを置く。そっちかい！なんだよ、てっきりベンチのとこかと思った。どうしよっかな。そうだな、ウッドな感じがやっぱいいかなって思っちゃうけど、話し合いは、男二人で話すのにこんな丸いこじゃれたテーブルは嫌だな。せめてこっちにしよう、これにしよう。いいね、おしゃれ。オースティン、エレンに電話して小さい探検家の居場所を確認してくれないか？もしかしたら一緒に紅茶が飲みたいって言うかもしれないし。子供たちがいたらこっちの話し合いができないじゃん。一応サプライズでやるんでしょ？ビーバー隊のお祝い事。聞いてみるよ。いいんだ。いいんだ。そうそう、記者のエレンに連れてってもらってんだよね。エレン、そちらはどんな感じですか？トムともう会えましたか？ロビーと紅茶でも飲もうかと話しているんですが、一緒にどうです？こちらはとってもいい感じですよ。トムにも会えましたし、蜂蜜を入れた紅茶を出してくれたんです。今は子供たちに火起こし用の材木の集め方を教えていますよ。すげえ。そんなこと教えられるんだ。やるな、エレン。そういうわけで、子供たちはいっぱい手土産を持ち帰ることになりそうです。クロエはバスケットを忘れて何も持って帰れないと残念そうだったので、彼女にとっては良かったかもしれません。どういうこと？ああ、バスケットを持ってってたらもう本当にてんこ盛り持って帰ることになっちゃってたから、そんなもん持ってこなくてよかったってことか。それと、代わりにトムに子供たちを連れて帰ってもらってもいいですか？私はトムの取材原稿に取り掛からないといけなくて、忙しい人だね。口数の少ないトムの原稿をまとめるのには時間がかかりそうなんです。なんだそりゃ。お前が勝手になんかセリフ考えるのか？トムが大丈夫なら問題ありませんよ。子供たちは大丈夫そうだね。もう紅茶も飲んだみたいだし、椅子を準備して二人で紅茶を飲みながら入隊式について話し合うとしよう。そうしよう。私も蜂蜜入りの紅茶にしてもいいな。そうすれば。どうぞご勝手に。家の近くに養蜂場を作ってもいいかな？蜂は蜂蜜を作ってくれるだけでなく、招かれざる客も追い払ってくれますからね。なるほど。泥棒とかの対策にもなるの？そういうこと？いや、どうだろう。逆に蜂蜜泥棒とか出てくんじゃないの？なんであんなところにタブレットが？いや、手に持ってますけど。ロビーは、あー、またここの定位置に行く。もうそこでさ、コップ持って飲んでるじゃん。テーブルいらないじゃん。まあ、いい、話し合いしよう。椅子の準備をする。そっちの向きなんだ。まあ、サイドテーブル的な感じか。どうする？まあ、これが合うかな。でも椅子、これが、赤でおしゃれだな。まあ、でもこれの方が合うか。悩む。こっちかこっちで悩む。まあ、こっちだな。色は普通だけど。まあ、柔らかそうだし。俺の考えだが、トムに頼んでスピーチしてもらうのはどうだろう。きっと子供たちも喜ぶと思うぞ。いい考えだと思う。そのスピーチ中に旗を掲げてもいいしね。そのスピーチ中に旗を掲げるって言われると、なんかこう手のひらでひらひらしながら、パー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 っていうのが浮かぶんだけど。式が始まる前に、キャサリンが旗を持ってきてくれる予定だから。それはいいな。あと、大きな焚き火をするのはどうだ？子供たちが森で集めた材木で火も起こせるし。はあ。
そんなのいる？焚き火？あとシャンティに教えてもらった料理も作れるぞ。その後は夜を一緒に楽しんでそれぞれの家へ帰るという感じだろう。は、いい考え。え？なんだって？ロビー、冗談だよね。帰るってことか。マジか。そうか。本当だ。こんないい日に悲しい思いをさせたくなかったんだが、そろそろ家に帰らないと。クロエも母親に会いたがっているし、俺も仕事があるしな。そうだね。だけど、ここでの生活は本当に素晴らしかった。クロエも大満足だ。冒険の本を読むだけだった少女が、自分で冒険へ出かけるようになったんだから。確かに、それはすごいね。元気を出せ、羊の友よ。俺の他のアイデアを聞いたら気に入ると思うぞ。一つ目はテントのあった場所に休憩所を作ること。え、そうなの？素晴らしいよ。ここに必要なのはどのコーナー？ゲストハウスだってここに欠かせないね。どのコーナー？ちょっとちゃんと読めなかった。セリフが早いんじゃ。凄腕の大工に感謝してもらってもいいか？自分で言う？うんうんって。ちょっとわかんない。セリフ結構適当だったかも。ちゃんと読みたい人は巻き戻して一時停止して読んでみてください。ここに休憩所作っちゃうの？そしたらもう二度とここにキャンプしに来れないじゃん。テント建てられなくなっちゃうじゃん。休憩所なんか建てたら。まあもうテント干しっぱだけど。もう乾いただろ。テント建てろよって思うけど。まあいいや、続き見ていきましょう。休憩所を作る。早いな、もう作っちゃうんだ。もう二度とテント立てる気ねえわ、マジで。おお、おしゃれ、おしゃれ。さあどうだ、俺は気に入ったがな。濡れたテントの代わりにこの素敵な場所でリラックスできるぞ。気に入ったけど、二人がいなくなるのがまだ信じられないよ。帰らないといけないのは分かっているんだけど、寂しくて。本当に寂しそう。ロビーのこと大好きだもんね。休憩所だけじゃまだ気分が上がらないか？それなら休憩所に席とテーブルを作ってさらに素敵な場所にしよう。でもそろそろ入隊式に向けて準備した方がいいと思わない？はあ、これも準備の一つだぞ。子供たちはハイキングで疲れているだろうからすぐさま足を休めたいはずだ。なるほど、そのための休憩所か。あん、確かに。じゃあ席とテーブルを準備しよう。その後にイベントの準備に取り掛かろう。うん。ジュニアレンジャーの入隊式のことはまだ秘密だぞ。私もだよ、緊張しすぎて膝がガクガクブルブル、もうそわそわドキドキワクワクしちゃうね。でも寒さのせいってふりをしているよ。そうか。ちょっとごめん、またセリフちょっと読めなかったんで適当に読んじゃった。巻き戻してみてください。よし、続き見よう。席とテーブルを準備する。選べないんだな。選びたかったわ。まあいいけど。すごくいい感じの休憩所だね。昔の吟遊詩人みたいに、ここに座って詩でも読みたいくらいだよ。昔の吟遊詩人？それより、今夜ビーバーたちに何を食べさせてやるか考えないとな。あ、夕飯？それは簡単さ。グリル野菜ができるよ。でも焚き火ではグリルしづらいからバーベキューにしよう。お、うまそうだな。子供たちだけじゃなくて大人の分もちゃんとあるといいんだが、腹ペコ大工にだけはなりたくないからな。オースティン、電話だぞ。なんだこの電話マーク、初めて見たんだけど。オースティンの横に急に出てきた。マナーモードだったんかな。わあ、芸術家のアンディだ。あんまり仲良くないんだけど。オースティン、アンディ・タナーです。ビーバー隊の授業の件ですが、洪水もありましたし、少し気分も乗らなくて、行けそうにないんです。あ、はい。断りの電話すか。あ、はい。でも何も貢献できないわけではありません。代わりに子供たちのために像を作ったんです。もうそろそろ到着する頃ですよ。お礼はいりませんから。え、そんなもん頼んでないんだけど。ロビー、アンディが子供たちのために何か像を送ってくれたみたいだ。巨大なホットピンク色の像じゃないといいんだけど。ピンク大好きだからね、あいつ。置き場所を決めようか。
あんまり嬉しそうじゃないこの顔は。アンディの授業が受けられないのが残念だな。そうだね、いろんな種類の植物の描き方を教えてくれるとよかったんだけど。まあ仕方ない、次回だな。それにクロエは抽象芸術をすでに身につけているんだ。もう変な絵ばっかだよ。そうか、俺子供の描く絵大好きなんだよね。近所のスーパーにさ、なんかイベントごとに塗り絵を貼り出してんの。どっか近くの幼稚園とかで塗ったやつなのかな、わかんないけど、それ見るのすげえ楽しいよ。もうぐっちゃぐちゃに塗ってあってね、わんぱくで面白い。まあ中にはうまい子とかもいるけどね。よし、続き見よう。象を置く、バーベキューの準備をする。まあ先に象を置いちゃうか。食欲なくなりそうだけど。何色かな。おお、いいじゃん、めっちゃいい。おお、すごい、子供たちも気に入るだろう。っていうかこれ木で作ってあるんだったら、木工大工としてはロビーはちょっとライバル心燃やしちゃうんじゃない？大丈夫？そうだね。でも残念ながら入隊式の前に気づいてしまうね。いいサプライズになったのに。あのシーツかなんかかけとけばいいじゃん。大丈夫だ。何かで覆って入隊式中にお披露目すればいいんだ。簡単さ。確かにね。まあでも気づいて剥がしちゃいそうだけど、それはいい考えだね。これで入隊式まで像を隠しておけるね。気づいて勝手にめくりそうだけど、ただ大きすぎるから子供に気づかれそうだからな。気になるくらいなら大丈夫だよ。こっそりめくるぐらいにはね。うん。危ない状況になったらキャンディやクッキーでごまかそう。餌で釣るんか。子供を舐めておるな。よし、続き見るか。バーベキューの準備をする。パラン、カシャカシャ。野菜の皮を剥いてくるぞ。オースティンは木炭を探してきてくれないか。子供たちには火の試練を受けてもらおう。パーティーが始まってから料理を始めよう。もしお腹が減ったらロビーのためだけに野菜を調理してあげるよ。いや、一人では食べたくないから待つ。お腹が減ってどうにもならなくなったらゲストハウスからクッキーを取ってくるよ。いや、食ってるじゃん結局。まあバーベキューを一人ではやりたくないってことかな。シェ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 イ。土のうを覆い隠せないのは残念だね。突き刺した親指ぐらい目立っているのに。まあまあいいんじゃない、気にしないだろそんなに。それならあの上に遊歩道を作るのはどうだ。あそこなら素晴らしい景色も楽しめるだろう。この上に道作っちゃうの、マジで。いいね、散歩しながら川の景色を楽しめるね。大賛成だよ、遊歩道を作ろう。マジか、土手の道みたいですね。好奇心旺盛なビーバー隊が本当にどうのこうの。うわー、読めなかった。じゃあ壁を作って大きく立ち入り禁止と書いた看板を立てようか。やめてほしい。本当にそれでやめてくれると思う？ダメだろうな。ダメだろうね。看板だけは立てないでほしい。なんかさ、もうやたら看板じゃん。この世の中看板だらけじゃん。禁止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 の。なんかもう品がないよね。結局さ、言うこと聞かない人はそんな看板なんか全部無視するんだから、もうあんまり意味ないと思うんだよな、看板。あと、命令口調なのもなんか腹立たしいし。よし、続き。遊歩道を作る。マジで作るの？うわー！おー！おっていうか、土のう取っちゃったらさ、ここ堤防の役割なくなっちゃうじゃん。この遊歩道下スカスカだよ。マジかよ。遊歩道は完成したし、ビーバーの像もうまく隠せたな。子供たちがもうすぐ戻ってくる時間だな。なんだかそわそわしてきたぞ。すげえな、簡単に作っちゃったな。パパ、オースティンさんどこにいるの？お、トムだ。お疲れちゃん。さあ、小さな探検家が無事に戻ってきたぞ。紅茶も飲んだし、今夜大きな焚き火をするために火を起こし用の材木も集めてきたぞ。大事に使わせてもらいますね、トム。実はロビーとクロエが今夜ここを立つ予定で、
子供たちに特別なイベントをする予定なんです。ビーバー隊の入隊式の企画をしていて、旗揚げをしたり、プレゼントを渡したりする予定で、トムにそこでスピーチをしてもらえないかと思っているんですが、苦手そう、大丈夫かな。急に帰るんだな。やっと子供たちと仲良くなってきたというのに。それにスピーチだって。私はあまり話が得意ではないが、少しぐらいなら話せるだろう。お、引き受けてくれる、やったぜ。助かります。トムから褒めてもらえたら子供たちは絶対に喜ぶと思うんです。褒めるとは限んないじゃん。すんげえ教訓とか説教とかなんか堅苦しいこと言っちゃうかもよ。準備されるなら時間はまだありますよ。それでは私たちも準備に取り掛かりますね。まずは旗竿を置きましょう。キャサリンが到着する前に準備しておきたいですから。わかった。何を話すか考えてみる。あの子らは本当にいい子だ。昔はどうのこうの。家に戻って準備してこよう。また後で。トムの家ってどこにあるんだろう。トム、わかりました。お待ちしてます。待ってんぜ。トムの家ってどこにあるの？灯台の向こう側？こっちに灯台あるんだけど、これ。の向こう側かな。オースティンはなんでそんなとこで新聞読んでんだ？ここら辺に郵便受けがあるのかな？わかんないけど。あー、もうすぐお別れか、このクロエちゃんとも。スコッティももう遊びに来づらくなるね。ビーバー隊、せっかくのビーバー隊がもう、実質今夜で解散じゃねえの？入隊式言うてるけど。悲しいなぁ。こんだけ盛大なアスレチック作って子供がいないってやだなぁ。まさかオースティンが一人でここでウェーイって遊ぶわけにもいかないでしょ？てか登ってるとこ一回も見てないし。悲しい。利用されない遊具ほど虚しいものはない。誰もいない公園ほど虚しいものはない。まあ、いや、続き見ちゃう？旗竿を置く。これ気づかれないかな？大丈夫？ニョキ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 。おもろ。これ何って聞かれる。すごく高いですね。シートで何を覆い隠しているんですか？うわー、バレる。すぐにわかりますよ。でもまだ覗いたらダメです。サプライズですよ。すっごく大きい。何に使うの？それもすぐにわかるから、もう少しの辛抱ですよ。そんなの、待つのって嫌いです。だよね。走ってどっか行っちゃったよ。オースティンさん、オースティンさん、パパと私は今夜帰ることになったの。ここは最高に楽しいんだけど、本当はママにもすごく会いたくて。まあですよね。クロエ、わかっているよ。いなくなるのは寂しいけどね。今夜はパーティーを目いっぱい楽しもう。そうしましょう。じゃあスコッティと私でパーティーのためにここをきれいにするわ。パパも手伝ってくれるはず。でもまずは道を素敵にしないとね。今は森の小道みたいな感じだけど、家の中の道なんだから。え？家の中の道？ああ、庭的な意味か。じゃあお願いするよ。私はデッキの周りにツタを植えるよ。キャサリンに勉強した成果を見せよう。キャサリンといえば、そろそろ電話した方がいいかな。キャサリン、また私なんだけど、クレイとロビーが今夜立つ予定なんだ。それに合わせてパーティーを開くから来てくれたら嬉しいよ。そうだね、旗を持ってきてみんな君に会えるのを楽しみにしているよ。まあ、キャサリンの話は一言も誰もしてなかったけど。オッケー。オースティンが絶対会いたいんでしょ、キャサリンに。よし、お前ら今のうちにいっぱい遊んどけ。今回の動画はここまでにしとくぜ。次回は、道を舗装する、ツタを植える。もう最後の仕上げだね。わあ、もうこのエリアもいよいよ終わりか。なんか寂しいな。ここなんかすげえ色々あった気がするわ。ぶっちゃけこっちの家なんかより全然こっちの方が楽しかった。なんかすごいドラマがあったよ。よし、じゃあそんな感じで次回に続きます。お楽しみに。それじゃまたね、バイバイ。